今回ですね、実際にドバイに移住したいとか、法人を作って現地または国際取引をしたいとかですね、その時に税金はどうなんの、ビザだったりとか手続き費用とかコスト、法人設立のでですね、どうなんのとかですね、いろんな疑問ってあると思うんですよ。ただですね、今回この動画1本でですね、ドバイに関わる全てのことが解決するような、もう言っちゃえば完全攻略マニュアルみたいな動画にしていこうと思いますので、皆さんぜひ見てくださいと。で、まず皆さんご存知の通り、弊社はですね、 UAE の国内最大手の海外進出サポートだったり、会計監査法人の MDS とか会社ですけども、実際になぜ僕がこんな言っちゃえばつまんない事業をやろうと思ったのかというところ、この背景から本当にここ大事なので皆さん聞いていただきたいんですけども、僕ドバイに来てですね、約4年前ぐらいですね、近くなりますけれども、実際に来た時にいきなりね、現地の方に法人設立を頼むとかね、ビザの手続きを頼むとかちょっと怖いじゃないですか。だから日本人にですね、ちょっと安心感があるから頼んでみたんですよ。そしたらですね、実際にその方から来た請求書、こちらです。見えますかね、金額。まず設立に800万円で、会計とかに400万円で、その後なぜかライセンスがもう一回更新があって400万円。合計で1600万払ったんですよね。さすがにおかしいなと思うじゃないですか。ね、次々に請求書が送られてきて、おかしいなと思うじゃないですか。で、実際に僕はですね、インスタで DM 送ると結構いろんな方が会ってくれるので、行政の方が会ってくれたんですよ。で、現地の行政の方に、いくらぐらいだいたいビザの維持だったり、法人だったりにかかるのって言ったらですね、いや、200万円ぐらいやだよと。ここでですね、あ、わかったと。海外生活長くて、英語が話せる僕でもこんだけ騙されるんだから、もうすでにいる日本人とか、の経営者とかですね、あとはまた今後来る経営者とかも相当騙されてんだろうなと思ってですね、もうすべての費用をですね、そのブログをですね、コメント欄に貼っときますけども、すべての費用をもう全部書いて、で、大体こんぐらいかかるよ、これにはこんぐらいかかるよ、このケースだったらこんぐらいかかるよとかですね、全部書いて、もう SNS で発信したんですよ。そしたらですね、まあ、多少僕も影響力がありますので、一気にドバイにいた方とかですね、僕のところに来て、じゃあ、竹名さん、設立だったりとか、会計とかやってくださいということで、始めたのがきっかけで、約始めて3年近くでですね、UAE 国内最大手の日経進出サポートになったということなんですけれども、まあ、今回皆さんがまず一番思ってるのは、多分まあ僕のクライアント様で言うと一番多いのは、もう法人を作ってこっちで事業をしたいと。で、事業をして、その法人をスポンサーにして自分にビザを下ろして、まあそこにですね、家族がいる場合は家族とか従業員雇う場合は従業員ビザとか、まあいろんなことになっていくんですけども、だとにかく、こういう流れの方がいっぱいいると思うんですよ。で、一番最初に皆さん疑問に思うのが、まあここでね、いろんなことをこのなんていうメニューに書いておきますけれども、一番最初はですね、この法人を設立するときに、僕もそうでした。メインランドがいいのか、フリーゾーンがいいのか、ここじゃないですか皆さん。で、これはですね、結論を言います。もうフリーゾーンなんてやめてください。メインランド1本です。何がフリーゾーンですか、頭おかしいですかという話なんですけども、これね、まず一概に言っても、まあ皆さん背景を知らないと納得いただけないと思うんですけども、まずメインランドとフリーゾーンってどういうことやねと、会社でしょということなんだけども、ドバイという国はこの背景からね、建国で、してからまだ50数年です。で、この50数年の新しい国だから、まだ法律が完成してないんですよね。その法律が完成するのを待つよりも、じゃあ特区を作って、その地域ごとにルールを決めて、やった方がもっと素早くビジネス大国になれるよねと、経済大国になれるよねということで、できたのが特区です。フリーゾーンと呼ばれるところですね。で、フリーゾーンと一括りに言ってもいろんなフリーゾーンがあるんですよ。例えば金融フリーゾーンだったりとか、貿易に関するフリーゾーンだったり、あとは仮想通貨のフリーゾーンとかですね、まあいろんな種類のフリーゾーンがあるんですけども、ここで大事なのがフリーゾーンと、ね、メインランドのメリットデメリットです。昔はですね、フリーゾーンの方が良かったんです。これはなぜかというと、2021年の6月以前はですね、実際にドバイという国は現地法人、メインランド法人を作るときに必ず現地人を 51% 株入れないといけないという外資規制があったんですね。だから現地人を入れたはいいものの、そのまま悪いやつだと会社を乗っ取られちゃう、 51% 渡してるわけなので、そういうトラブルとか、またはですね、毎月名義を、現地人の名義を借りるわけなので、そのノミニー料金でお金を払ったりですね、そうすると年間数百万払うから、絶対的にフリーゾーンよりもメインランドの方がリスクも高いし、なおかつコストも高いしって言って、あまりメリットはなかったんですよ。ただ21年の6月以降はですね、政府が外国人でもメインランド法人 100% 持てますよって言って、ノミニーも必要なければリスクもないから、ほとんど料金一緒なんです、メインランドもフリーゾーンもですね。というと、なぜフリーゾーンがいいのかっていう話なんですよね。で、ここでですね、まだフリーゾーンのことをディスってるわけじゃありません。まずですね、フリーゾーンのメリットデメリットから言っていくんですけども、まあフリーゾーンのまずメリットから言うと、これペーパーカンパニーでコストを抑えたい方はフリーゾーンの方がまだいいです。
でフリーゾーンもですね、まあ、ビザ料金とか健康診断すべて含めても2万ディラムから2万2千ディラムでできるんですよ。でさっき同じぐらいの料金ですって言っても、まあ2、30万円ぐらいまだフリーゾーンの方が年間ですよ。2、30万ですよ、たかが。まあそうしても安いは安いんですよ。だからフリーゾーンでペーパーカンパニーを作っても売り上げも一切上げません、事業をやりませんと。ただビザをスポンサーになってくれる会社が必要なので、このビザを、自分のビザを下ろすためにフリーゾーンのペーパーカンパニーを作るみたいなスキームであれば別にフリーゾーンでもいいわけですよね。または不動産を購入しました、何か高いね高額な資産を購入しました、その時に自分の名義で持ちたくない人いるんですよ。だからアセットマネジメントカンパニーとか言われてますけども、資産をただ名義を借りて資産を購入する名義目的のペーパーカンパニーの利用とかだったら別に安い方がいいじゃないですか、数十万でもね。だからフリーゾーンが選ばれるという傾向にあります。これが一つフリーゾーンのメリットだと思います。まだ残ってるね。ただ一方でデメリットは何かっていうと、本当にペーパーカンパニーだけなんですよ。だから結局フリーゾーンで、もし事業をやるような会社をフリーゾーン内で作ってしまうとですね、これ結論高くなってしまうんです。あれなんでということなんですけども、まあ大きくですね理由は3つあるんです。1つ目は銀行です。まず銀行は最近ですね2024年にブラックリストから外れて、もうドバイは経済大国としてホワイトリストをやっていくんだと、クリーンにやっていくんだということで政府が宣言しましたと。だからですね今銀行を開く時も AML といってアンチマネーランダリングとかですね、銀行員が実際にオフィスに来て、でオフィスであなたの席はどこだ、何の事業をやってんだ、パンフを見せろ、ホームページはなんだ、ここで受かったら銀行口座が開くという流れなんですけれども、じゃあここでですねフリーゾーンで会社を作ってしまうと、フリーゾーンというものはそのフリーゾーンの中でしかオフィスを借りれないんですよ。だから結局オフィスの料金がメインランドよりもフリーゾーンの方が高い傾向にあったりするんですね。そうするとですね、じゃあ自分でオフィスを借りないといけないから結局高額になったりとか、またですね皆さん今フリーゾーンに会社持ってる方は見てみてください。自分の登記簿謄本、トレードライセンスですね、住所見てください。あなたこの住所行って実際に席があるんですか？ないんだったらこれ銀行の内容調査もう一回来た時に対応できなくて銀行閉じますよという話ですね。そういうリスクだったりとか、あと二つ目のリスクで言うと労務局だったりとかですね、例えばですね会社を作って自分はインベスタービザだけど彼女を呼びたいとか、あとは、誰だろうな、従業員を本当に雇いたいとかいう時に雇うのにはビザを発行しないと雇えないですよね、従業員だって外国人だから。その発行するのの労務局の許可だったりイミグレの許可が必要なんですよ。その時も労務局視察に来ます。どこに座るのとかですね、どういう事業やってるの、同じような銀行と同じような、視察ですね、それに通らないとビザの発行ができないんですね。ということは従業員のビザも下ろせなければ、彼女へのビザも下ろせなければ、結局じゃあどうなっちゃうの、じゃあ住所を変えないといけない後からね、で実際に住所を変えるって言ってもフリーゾーンの会社だからフリーゾーン内でしか借りれないから高くなるとかですね、まあいろんなですねデメリットがあります。で3つ目のデメリット、これ特にです。例えば日本って税金高いですよね、でドバイって税金安いですよね。税金高い国から低いところに振り込むときに、別にここに実態、取引実態と相場に合ってれば別に日本からドバイに経費を振り込んでも否認されることはないんですよ、実態があればですよ。でもこのもしこのドバイの会社がペーパーカンパニーだったら、これ多国籍税制で明確に言われてますけども、これ全部日本から振り込んだ経費も否認されます。だってこれペーパーカンパニーでしょうということなんだけど、逆言っちゃうとこれペーパーカンパニーと見られる要素って、まあ、大きく分けて4つあるんですけども、4つ目はね貿易に関することだから、まあ普通の一般企業で言うと3つです。一つ目がしっかりそこの場所で、事業実態があるかっていう事業実態基準ですよね。でこの事業実態というものは、例えば利子とかリース料とか、これを受動的所得と言うんですけども、こうやって受動的にもらう、事業はダメです。一方で能動的所得といって実際に手を動かして得るような所得、これは基本的には、事業をやってるとみなされてペーパーカンパニーじゃないよねの要素の一つです。二つ目に、事業の拠点ですね、拠点実態があるかということなんですけども、これはですね簡単に言っちゃえばオフィスがあるかなんですよ。オフィスがもし秘書箱とかバーチャルオフィス、皆さんフリーゾーンの方見てみてくださいね、このオフィス秘書箱じゃないですか、バーチャルオフィスじゃないですか、そういう、オフィスだった場合は現地にオフィスがない、活動拠点がないんだから、これペーパーカンパニーだよねって言われて日本からのリスクも多大にあるわけですね。で3つ目にですね、これ会計基準なんですけども、ペーパーカンパニーじゃないんだったら決算書だって労務報告書だって出るわけじゃないですか、そういうしっかりと行政の書類が出てるかっていう、この3つをですねしっかりクリアしてる会社だったらいいんですけども、ほとんどの方、今フリーゾーンにお持ちのほとんどの方、オフィスありますかと
ね、会計基準やってますかと、ね、ほとんどやってないですよね。これ別に銀行開いたらラッキーでいいですよ。あの労務局がまあ通らなくても別に他社の名義を借りてビザを下ろしたりね、よくやってますけど、これもね後で言いますけども、すごいリスクですよ。まあ別にいいですよと。じゃあ日本側の税務リスクはどうなんですかということなんですよね。こういうデメリットはフリーゾーンにも多々ありますということです。一方でメインランドの場合はどうでしょうというとですね、メインランドの場合は僕らみたいな会計監査のエージェントの住所をですね、皆さんに貸すことができるんです。で、皆さんのライセンスには僕らのここのね、あの後ろに見えるオフィスの住所だったりとか、僕らのもう一個の拠点の住所が映ってると思いますけれども、基本的にはしっかりそこの住所を使って活動拠点がありますよね。で、会計監査もライセンスを持ってる弊社がやってますので、会計監査も大丈夫ですよねと。で、事業実態もオフィスがあるし、人がここにいるわけだから大丈夫ですよねということで、メインランドの方がリスクが低く、なおかつ銀行の視察だったりとか、あとは、労務局でいつでもビザを自社で下ろしたいよっていう時にですね、そういう視察の、対応だったりとか、すべて、できるということで、メインランドの方は基本的にいいということが言えますね。で、メインランドはですね、まあ、なんだかんだ言っても、だいたい、うちで料金で言うと3万9800ディラハムです。あの、年間ですね。実際に相場で言っても4万から5万ディラハムぐらいなので、まあ、うちが特別安いわけでもないです。もう本当相場通りですけれども、基本的には、住所を自分で借りないでいいということが一つのメリットになるんです。メインランドだったらどこでも借りれるわけなのでね。そういうところを鑑みると、実際にですね、フリーゾーンの方がデメリットが多く、メインランドの方がメリットが高いという話ですね。で、次にですね、この無資格事業者のリスクなんですよ。もう弊社にバンバン来ますから、1日1件2件来ますからね、問い合わせ、こういうあのトラブルになったんですけど、MDS なんで、助けてくれないですかね、みたいなね。で、これどういうことかというと、まあ、日本人でよくね、やってる無資格の事業者もそういうリスクはありますし、よりリスクが高いのはパキスタンとかインド人の、ね、資格の事業者ですね。これはですね、めちゃめちゃリスク高いです。で、よくある問い合わせは、じゃあ頭金払ったはいいけど、実際に、ね、行政のライセンス料だったりとか健康診断料金とかを、ね、含まれないで払って、後からそれは別料金で請求されるとかですね。普通だと全て1回いただいて、エージェントがその行政の手続きとか、まあ、ライセンスの支払いとかやるんですけども、そのライセンス100万円ぐらいするんですけど、そのライセンスの料金が含まれてない料金を提示されて、説明もなく振り込んじゃった。で、ライセンスは自分で振り込まないといけなくなった。これどうすればいいですかとかですね。どうもできません。無理です。それ騙されただけです。で、あとはですね、一番もっとやばいのは、ビザロックですね。ビザロックは本当にもう多発してます。これどういうことかっていうと、皆さんですね、今ドバイに会社持ってる方、ぜひトレードライセンス見てみてください。1% でも誰か知らない人の名前株上げてないですか？上げてたらやばいですよ。これ何かっていうと、皆さんのビザは会社を設立して紐付けるインベスタービザという発行方法ですよね。ということは、この会社が許可しないと皆さんのビザは剥奪されるんです。わかりますよね。で、剥奪されると滞在許可がないから銀行とかも全て剥奪されます。で、これどうなるかというと、もし皆さんの会社に 1% でも誰か入れてたら、この誰かの許可がないと皆さんはビザのキャンセルもビザの移行もエージェントの変更も何もできないんです。ね。この 1% 入れるがために全てが支配されちゃうんですよ。そうするとトラベルバンといって国外出国ができないとか、示談金を要求されたりとか、じゃあ法人閉じるときに法人閉じるんだったら何千万円だよとかですね。じゃあ 1% の資産をクレームしてくるとかですね。こういういろんなリスクがあるんですよ。これがですね、すごく大きいですね。ビザロックというものですね。で、次にですね、もっと多いのは、従業員で来てる方も結構いるんですよ。で、これね、本当に気をつけてください。例えば、僕が会社、持ってます。僕、じゃあ、例えば、彼女を日本から呼びたいです。っていうと、彼女だから、従業員ビザを発行したりしたいわけですよね。皆さんはね。で、発行するときに、オフィスを登録してないような、各オフィスで登録してる人は、さっき言ったように、労務局からの審査が通らないんですよ。審査通らないと、従業員をビザ発行していいよっていう業者認定されないので、誰も雇えないんです。で、そうなると、じゃあエージェントはどうするかっていうと、この彼女に対して、僕の会社のビザじゃなくて、勝手に A 社からよくわからない会社のビザを下ろしたりするんですよ。これ代行発行手法とね、言ったりするんですけども、そうなるとですね、これ飛ばし会社なんです。だから、この飛ばし会社を使ってビザ発行するとどうなるかっていうと、会社がなくなったら、この従業員ビザどうなります？会社がないんだから滞在許可なくなりますよね。従業員ビザがなくなります。じゃあ従業員ビザなくなったらどうなります？全部銀行とかも凍結されたりするわけですよね。そういうふうにですね、飛ばし会社で安いからと、もう労務局の許可が取れてるようなね、ところ安いからこっちで払っちゃうよ、みたいな、
こと結構あるんですよ。この従業員ビザも本当に気をつけてくださいということですね。さらに最悪なのは、そのビザにまた紐づいて家族ビザとかがある場合は、従業員ビザにまた紐づいて家族がね滞在している場合は、これが取り消されたら下の家族も取り消されちゃうとかね、本当に何百万円というね、損害になってきますので、こういったトラブルを防ぐためにも多少ですよ、本当数万円の違いです。そんなものはケチんないで、しっかりと自分の会社で労務局の審査を下ろすとか、そういう対応するにはしっかりとした公認エージェントというものが必要になるということですね。じゃあ次はですね、会計はどうするのと。もう会社作ったいいものと日本と同じようにしっかり税理士がね会計処理したり決算処理したりするわけじゃないですか。そう、会社作って終わりじゃないですよ。会社作ってから始まりなんですよ。もうドバイにいる日本人の会社のね方、本当に罰金がかかってきて毎回来るんですよ、うちに。もうやめてくださいと。もうね、会計をしないと罰金かかります。しかもですね、ドバイは無税といっても大きな税金が2つあるんですよ。これ、付加価値税の 5% と法人税の 9% なんですけども、まず付加価値税の 5% からいきましょうか。この付加価値税の 5% というものは、GCC から売り上げたものに対しては 5% かかりますと。例えば皆さんがうちみたいにね、レストランやってますと。レストランで売り上げたら、ドバイ内でやってるから、これは 5% かかるんですよ。一方で、国外からの売り上げ、例えば、日本から売り上げを100万円得ましたという時も、これは海外からの売り上げなので、これは 0% です。ただし、FTA、ドバイの国税からすると、これ海外の売り上げなのか、国内の売り上げなのか分かるわけないじゃないですか。そうですよね。だから、自分で申請を出さないといけないです。これは海外からの売り上げだから 5% ね、貸さないでねと。申請を出さないと、これどうなるかっていうと、5% に加えて、無申請の延滞税だったり、罰金が一緒にかかってくる。ね、数百万円。ね。先月来た方なんで、数千万円貯まってましたが、4年分のバットがね。で、次に法人税です。これね、2024年以前は法人税はなかったんです。だから、FTA がなんか社内にね、調査に来るとか、税務調査に来るとかってなかったんですよ。でも、2024年以前でゼロであっても、しっかり決算を毎年やらないと、これ罰金の対象になりますよというのがめっちゃかかってるんですね。で、最近多いのは、24年以降、もうすでに税務調査が始まってます。もう頻繁に来ます、FTA 調査がね。で、その時に、それ以前に税務申告、決算、レポート出てないところ。これ全部過去に遡って罰金が来ます。はい。消費税も含めて罰金が来ます。で、2024年以降はですね、これ必ず、決算を出さないとですね、大変なことになるというものは、これどういうことかというと、これ法人税はですね、実は、売上が3ミリオンを1ディラハムでも超えた場合はもう問答無用で 9% が利益に対してかかってきます。ただ3ミリオンディラハム以下の1ディラハムでも3ミリオン以下の会社だったら、だから 2.99 ミリオン以下ですねの会社だったら、これ引き続きですね、小規模事業者の特例が受けられるので 9% の法人税も 0% になります。ただし、バットと同じように自分で申告した時のみ 9% の特例が受けれますよということなので、申告しないと無申告に加えて 9% 延滞税すべて取られるようになりますので、これ本当に気をつけてくださいということですね。で、こういうね、法人税、今騒がれてますけども、よくわかんない業者に言うとね、いや、じゃあ自分のね名義で 2,3 社作ればいいんだよとか、いや考えろよとね、あのね、バットの TRN ナンバーというものは個人に紐づいてるわけですよ。だから僕が、例えば1社5ミリオン超えちゃうと、もう3ミリオン以上になっちゃうから 9% かかってくる。これ嫌だよねと。だから2社作って 2.5 ミリオン、2.5 ミリオンに売り上げを分ければ、どっちの会社もね、特例受け入れてゼロのままでしょ。そんなことはありませんから。自分の名義で2社作っても、個人で紐づいてるから、これ合算して売り上げの計算算出がされちゃうんですよね。だから、これは5ミリオンの売り上げに加算されるということがまず一つ目。こんなバカみたいな、逃げ道はありませんと。で、二つ目にですね、あとは、役員報酬とか。役員報酬で、じゃあ支払えばいいんでしょとか言いますけども、これもですね、もう本当にやめてください。これも昔はね、FTA の公式発表がある前は、僕もね、ちょっと思ったりしたんですよ。これ役員報酬で個人所得税がゼロなんだったら、会社の利益を全部役員報酬で振り出せば会社の利益なくなるからゼロだろう。違います。単一オーナーの場合はですね、役員報酬を払うということも全部会社の利益として算出されるので、
基本的には何億円役員報酬で払おうが売上の、基準は利益の、にその役員報酬分が加算されるというような計算方式になったりしますので、まあ、こういう、ね、特殊提案はありますよ。ここの事象に応じてね、じゃあこれはこうしたら、こうなるよねみたいな設定範囲のスキームではですね、そういうものは弊社に相談していただいていいですけども、こういうバカみたいな情報を鵜呑みにしてですね、勝手に会計処理をよくわからないですね、まあ、会計処理できないですけどね、よくわからない業者はFTA のポータルに登録できないので、そういうことはやめましょうということですね。あとはですね、日本側なんですよ。これ日本との取引をして、日本の自分の会社とドバイの自分の会社で取引してたりとか、日本の友人の会社と自分の会社で取引してたりとか、この時にですね、本当に危ないのが日本側なんですよ。で、言っちゃえば国税というものはドバイ側は税務調査入れないので、どうなるかというと、日本側がしっかりとそれ実態に基づいてやってるかという調査に入るときに、まあ、日本の税理士で国内税務と国際税務というものは本当内科と外科ぐらい違うものなんですね。だからそこら辺の町の税理士に国際税理士のことを移転価格税制とかね、外国子会社合算税制とかね、 THA 税制とかね、そんなことを聞いても、え、何それみたいなね、 P なんてわからないみたいなね、そういう話になっちゃうんですけども、しっかり大手の税理士事務所ですね、そこを入ってるのであれば弊社と国際税制の提携がして、こっちの決算と日本側の決算を合わせるとかですね、そういうふうな、まあ、連携ができるということですね。で、もしいないのであれば弊社からもですね、税理士の方は紹介できますので、大手のですね、そこと提携するということは可能です。で、もちろんですね、私業というもの、弁護士とか税理士は紹介して紹介報酬をもらったりすると、これアウトですので、法律で決まってますので、そこになんか紹介料をもらったりとか一切しません。なので本当に皆さんの安全のためにしっかり日本側と国のドバイ側の連結会計ができるような、スキームを組むというのも一つしっかりとした、実態を残すために大事なことですね。次にですね、どういう風なエージェントを選べばいいのということなんです。これね、もう実際に忖度なしに、別に弊社じゃなくてもです。しっかり自分に合ったエージェントを選びましょうと。で、ここの基準は、まず取引が多い国に強いエージェント、あと自分の言語です。で、もし皆さんが英語とか中国語で喋れるんだったら、中国との取引が多いんだったら中国系のエージェントをつけた方が、中国の連携回線、連結会計が取れるとか、あとはですね、例えば日本だったら、僕らは日本に、結構熟知してるんですけども、出国税とか、その延滞手続きとか移転価格税制とか、そういうところを理解した上で請求書の、監査を、できるわけですね。で、例えばですね、ホームページ、以前あったのはホームページの請求をドバイでホームページを作って、その請求を日本にすると。で、日本の会社がさ、それに対して1000万円振り込んだと。これ、例えば日本では減価償却という、まあ、コーディング資産になりますので、1000万円払っても1000万円これ、減価償却で一気に経費にならないとかね、そういうことをインドの方って多分わからないんですよね。パキスタンのエージェントがわかるかというわからないんですよね。だから、そうやってしっかりと両国のことを理解しているエージェントの方が基本的にはつけるべきだと思いますね。これは本当に弊社の忖度なしに、ね、言ってますということです。で、次にですね、日本人のビザですね。正直ドバイに来ると、大体に、まあ、会社をスポンサーにして下ろすインベスタービザというビザですね。大体5、600ぐらいインベスタービザが国内、ドバイで日本人に対して発行されてますと。で、この5、600のインベスタービザのうち約250ぐらいが弊社のクライアント様なので、まあ正直皆さん分かってると思うんですけど、ドバイに来ると、あ、竹花さんのとこね、MDS さんのとこね、みたいな話になると思うんですけども、まあこういうふうにですね、もう現地でやっぱり強い大手のビッグフォーみたいなね、法人にしっかり依頼をするというのが、まあ一番鉄板なのかなと思いますね。だそういう、まあ、現地にいろんな方と会って評判を聞いてとかですね、実際に弊社のクライアント様に会って評判を聞いてみたいな形で、決めるっていうのも、これ二つ目のエージェントの決め方では重要なのかなというふうに思います。あとはですね、ドバイではですね、この経営者ビザ、まあ、インベスタービザというビザが発行されているの、経営者たちですね、大体ですね、500枚ぐらい発行されていると言われてるんですけども、大体500のうち250は弊社の、受け負ってる、会社さんですので、クライアント様ですので、もう皆さんご存知の通り、ドバイに来ると、あ、竹原さんどこねと、もうほとんどの経営者、2分の1ぐらいは、そんな話になると思うんです、MDS さんね、みたいな。だから、そういうところの評判をね、普通に現地に行って聞いてみて、で、エージェントを選ぶ、みたいな形でいいと思います。ただ、もう一回言います。しっかり許可があるエージェントですよ。無許可のエージェントじゃ、もういろんな問題になりますよ。向こう1、2年はいいですが、3年目からドッカン来たりね、しますから気をつけてくださいと。あとはですね、もう正直、これはもう忖度、本当になしです。ただ、本当に弊社の強みというところで言うと、不動産の、しっかりと、ライセンスも持って、AML のライセンスもアンチマネーランドリングね、マネロンしないですかっていう監査のスタンプを押すための、マネロンの、資格も持ってると。あとは、
現地人スタッフ日本人が約10名ぐらいいますので、そういう日本語での対応、通訳業務、あと生活のサポート、住居のサポートがですね、こういう会計とか法人維持だったり銀行維持とか、あとは住まいの維持とか、生活のサポート、これあとあのスクールアドバイザー、というものがあるんですけど、ドバイでね、あの子供連れてきた時にどこがいいかみたいな内覧もね含めた、サポートとか、これが一括してできるっていうのは本当に弊社の強みだと思いますので、まあまあいろんな相談はぜひくださいということですね。じゃ次にですね、あの皆さんが多分思う疑問点は、ドバイじゃないといけないのと、普通に例えばアブダビとかラクとかね、あとはアジュマンとか、ね、近くのね、近隣じゃダメなのということなんですけども、まあ確かにですね、砂漠の地域に行けば、安く法人が設立できたりとか、そこに安く住めたりとかあるんですけども、ルールも税制も全く違います、基本的にはね。でこれ2つ言いたいんですけども、本当に砂漠に住みますか、それ幸せですかっていう話ね。これが1つと、生活の面での2つ目にですね、これね、基本的には国とか、まあ、アラブ首長国連邦というものは UAE の中に首長国があるわけですよね。でそういうふうにそこの場所によってルールとか法律が違うわけです。ということは、あのルールとか法律が違うと、例えば皆さんがアジュマンに会社を作りました、でも住居はアブダビとかドバイに住んでましたっていうと、いや実際にこのアジュマンにある会社なのにドバイに住んでる、税制も全く違う国に住んでるということは、アジマネの居住実態がないから本当はオペレーションしてないよねと言って日本側から居住実態がないとか、言われたりですね、もしですね、所得税があるような地域に住んでるのであれば、そこで所得税を納めてなかったよね、だからじゃあ居住実態がないわけだよね、じゃあ日本で納税してくださいとか、そういうふうなですね、まあ、母国側での税務否認を受けるっていう、リスクが多々ありますということですね。だからそこの本当にアジュマンに作ってアジュマンに住むなら、いいですけれども、そのね税制にのっとってやるならいいですけれども、まああんまりいい面白い地域ではないですよ、本当砂漠と楽だとみたいなね、地域だと思います。じゃあ次にですね、質問が多いのは、従業員にビザを発行したいんだけど、従業員を雇いたいんだけどみたいなね話なんですけども、これですね本当に結構裏が深いんですよ。これどういうことかというと、まず従業員のビザを発行するというものはドバイの労務局の審査を通らないといけないですね。これどういうことかというと、昔ですねちょっとねドバイはこの経済大国の発展、まあ都市の発展とともに強制労働でちょっと問題になっちゃった時期がありましたよね。パスポート取り上げちゃったりとかね、給料払わないでもう奴隷のように扱ったりとかですね、そういうものをドバイの政府がもう絶対やめようということで、すごく厳しくなってますと。だから会社で従業員を雇うときも、この会社は従業員を雇っていい会社なのか、もうブラック企業じゃないかということで、労務局が視察に来て、どこに座るんだ、どういう感じの業務をやるんだ、全部ヒアリング、調査が入るんですよね。で、写真を撮ってオフィスのですね、そういうことをやるんですけれども、ここにクリアしたら初めてビザを発行できるということなんですけども、次にですね、ビザを発行した後も、実際にドバイは会社が従業員にビザ払わないんですよ。会社がドバイ、まあ、アルアンサリって言ってね、ドバイの、まあ、言っちゃえば、ドバイの行政の銀行だと思ってください。ドバイの行政の銀行に払って、ドバイの行政の銀行が、その従業員の銀行に支払う。これで給料をちゃんと払ってるかってトラッキングしてるわけですね。これを例えば給料は遅延したり払ってなかったりすると、ここに罰金がかかってきたりとかするわけなんですけども、でこれ料金と期間で言うと、約弊社は1ヶ月ぐらいで終わります。で料金はですね、最初の1人目はこれ高くなるんです。これなんでかというと、まだ皆さんの会社は労務局の許可が通ってないので、その面談対応だったり申請対応があるからですね。だからうちで言うと料金は1万3000ディラムか1万8000ディラム、1人目です。2人目は、数千ディラム、いくらぐらいだったかちょっと分かんないです、まあ、全部だいぶ、半額近くに安くなるという、傾向になりますと。で大体ビザの料金ってもうあの原価、行政に払うとか手続きに払うお金、もう健康診断を全部含めて大体8000ディラムから、1万ディラムぐらいかかるんですよ。だからこれに上乗せして、請求させていただいてますということなんですけども、じゃあこの枠のレンジは何なんだ、こんぐらいからこんぐらいだよっていうレンジは何なんだってことなんですけども、ビザの料金って決まれないんですよ。なんでかっていうと、ビザの料金というものはこのドバイで会社ビザ発行する会社ってランク付けされてるんですよね。でランクが高い会社ほどビザが低く、ビザの料金が低くできるんですよ。でうちだと今レストランとか回すと約50人ぐらいいますけれども、本当このランクが1個下がるだけで何百万という損害が出るんですよね。だって1人当たりのビザが高くなるわけだから。だからこのランク維持をするとかですね、そういうランクってじゃあ何で分かれてるのかっていうと、例えば国籍の種類ね、
国籍を多様な国籍を雇ってるか、うちだと今13カ国の国籍がありますよね。でプラスに性別とかポジションもありますね。ダイレクターなのかマネージャーなのか、まあちょっとくらいの低いクラークビザをいっぱい出してるとランクが下がったりとかするので、そういうふうな、だから給料ですよね。ベネフィットとか給料がしっかりしてるかとかですね、そういうものでランクが変わったりしますよっていうのが、あります。だからこういうランク維持のためには、いやちょっとその従業員の給料を上げましょうね、いやちょっとこの雇用契約書リスクがありますよ、こういうふうな契約書レビューっていうのも、うちのサービスに含まれてますということですね。で次にですね、アルアンサリの登録業務、だからビザを発行した後にしっかり行政の口座に、銀行の口座にね、紐付けて、それが会計と紐付いてるかみたいなところも、これも分けると結構面倒じゃないですか。これも一括して弊社で請け負えるということですね。でプラスにその銀行口座の、開設ですね、個人銀行口座の開設、これもですね含まれて、約この金額になっているので、まあ、相場よりもちょっと、安く感じるかなというふうな、温度感だと思いますね。で次に家族ビザはという話なんですけども、家族ビザもですね、これシングルマザーなのかスポンサーがビザの種類どうなのか、これによって結構違ってくるんですけども、やっぱりですね、ドバイの場合シングルマザーの場合はちょっと高くなっちゃう傾向にあったりするんですよね。だからビザの料金は一概には言えないんですけども、だいたい1万ディラハムから1万8000ディラハムぐらいのレンジが、実際の料金になったりします。でこれなぜかというとですね、例えば健康試験で落ちちゃったとかなると、ちょっと料金がね2回3回あるので料金が上がったりとかしちゃいますけれども、基本的には、家族ビザ、の場合はですね、まあ、お子さんだったりとかお母さんがシングルマザーとか、それぐらいの変動要素なので、そこまで料金は、変わらずに1万ディラハムぐらいできるんじゃないかなと。でこれどういうふうな、原価ですね、実際どういうコストがかかってるのかっていうことなんですけども、基本的にはビザ自体の申請は 4,5 千ディラハムで、プラスにデポジットで 3,000 ディラハムぐらいだったっけな。で、大体ですね 8,000 ディラハムぐらいかかるんですよ。だからその 8,000 に 2,000 ディラハムだけ上乗せで1万ディラハムぐらいみたいなのが、まあ、うちでもやってる料金体系だと思いますと。で次にですね、罰金がかかってしまいました。これもですね、この罰金大国の国ですので、本当にですね、税金がない代わりに罰金はめちゃめちゃありますので、本当車を運転して10秒間、うちのね社員もね、なんかちょっと砂漠の方に車を運転して旅行行った時があったんですよ。僕のね車を使って貸してあげてね。そしたらですね、1日で何万円ぐらい来た、あれ10万円ぐらい来た、10万円ぐらい1日ですよ、罰金が来て。もう全部給料から差し引きましたけど、本当にですね、本当罰金対抗で大変なんですよ。で、あとはそれだけじゃありません。日常の罰金以外でも、例えばバットの申請だったり、法人税のね、納税だったり、申請だったり、これでも遅れただけで、バットの申請なんて1日遅れたら1000ディラムかかってきますからね、もう多大ですよ、本当に。あとは、そういうものを防ぐために、僕らの場合はやはりもうクライアント数が多いですので、しっかりですね、この今こういう手続きですよ、こういう書類をいつまでに用意してくださいねとか、あとは、今、バットの申請完了しましたよとか、書類ここに納付してますよとか、すべてがシステム化されてるんですよね。だから、逆言っちゃうと、皆さんが罰金かかって皆さんが逃げたら僕らの責任なので、もう絶対に罰金をかけたくないんですよ。だからそれをかけないために、もう自動で通知は行くし電話は来るし管理画面で管理されてるみたいな形を取ってるので、こういうところからですね、罰金の、支払い、罰金だけで年間大体みんなに100万ぐらい払ってんじゃないですか、正直な話ね。そういうことはないですよというのが、弊社の一個特徴かもしれないですね。いや最後ですね、これ最後もこんな1時間ぐらい喋ったのでちょっと宣伝させてくださいですけども、じゃあ MDS の強みは何なんだと、これね4つだけ言わせてください。4つ目がすごく大事です。これね、もう4つ目を聞いたら、いや MDS も無料になるぐらい安いんちゃうかなと思っていただくと思うんですが、まず1つ目はですね、やっぱり大手で行政の認可済み、さっき言ったじゃないですか、この事業というものは10億ぐらい積まないと一括払えるような業者じゃないとできないんです、会社じゃないと。だから大手の弊社みたいな会社じゃないとできないんですけども、そういう行政の認可を取得してますよというね、1つ目ですね。で2つ目に、会計監査から不動産の生活のサポートから法人の維持、銀行のメンテナンス、これが一括してできる、スクールのねアドバイスもね、一括してできるっていうのが、2つ目の強み。あとは3つ目、手続きのスピードですよ。例えば今、じゃあ母国とドバイと何か取引をしたいと、取引するということは日本側で経費として振り込むので、振り込めると日本側の税金は安くなりますよね、利益が圧縮されるので、ね、だから1日でも早く、節税目的って税金目的って言っちゃいけないんですけども、まあ、1日でも早く法人をやって、1日でも早くこれ振り込みたいんで早く銀行開けてくれと。でも銀行開けるまでに10ヶ月かかる業者とかざらにありますよ。だってさ、考えてください、皆さん
会社を作りました、住所が、架空住所です、銀行開かないじゃん、じゃあ住所の変更しないといけない、住所の変更するには住所の契約しないといけない、それでなんだかんだ10ヶ月かかる。ということは毎月毎月振り込めたのが10ヶ月振り込めない、ね、1ヶ月500万振り込めるとしたら、まあね、500万に対して250万ぐらい節電になるわけなんですけども、大体めちゃめちゃ簡単に計算するとね、10ヶ月振り込めない、5000万振り込めないってなると2500万、皆さん損害、税金が上がっていくわけですよね、母国側の。ということはこれ2500万の損害じゃないですか。でも弊社の場合は行政の、もう一回言います、行政の認可を持ってる会社なので、皆さんが来なくても会社が作れたりとか、皆さんの代わりに、いろんな内容調査だったりとか銀行の対応ができたりとかするわけなんでか、皆さん行政の認可を降りてるので、わかりますよね、こういう違いが出てくるんですよ、やっぱり。だからもうこんだけの人がねうちに切り替えるんです。もうこれが強みの3つ目です。じゃあついに4つ目、これどういうことかと、はい、これはですね、ペイオニアという会社があります。ペイオニアというのはナスダックに上場している会社で、まあ国際送金の会社ですね。これ結局銀行口座まで作れました。でも今例えば1億円を、現地のドバイに送りたいです、日本からっていうと 4% ぐらい為替もうね手数料も取られますよね。ということは400万円1回送っただけで損してるんですよ。でもなんとですね、ペイオニアというサービスはですね、まあ、ワイズとか結構ありますよね、国際送金の取引、これの、まあ、最大手と言っていいのがペイオニアです。このペイオニアはですね、通常は 2.5% ぐらいの、手数料がかかっています、ね、銀行と同じように手数料がかかっています。ただ弊社の本当に弊社のお客だけ、自分で行こうとしても無理です。ペイオニアと自分で契約しても無理です。ただ弊社の顧客様、あのクライアント様はこれ 0.5% になるんですよ。意味わかります？これはもう独占契約で、もうちのお客様、クライアント様だけは 0.5% にしますよという提携がありますので、ぜひですねそれを考えて長期的に見てください。だいたい年間1億遅れるとしましょう、 4% の銀行に払うのか、またはワイズに 1.5% 払うのか、ね、150万払うのか、1億円だったらね、銀行だったら400万払うのか、ペイオニアでうちとのクライアント様で申請すれば 0.5 になりますので、 0.5% だったら50万円になるのか、1億円のね、ってなると結局法人設立はうちは特別安いとか特別高いとかじゃなくて相場だと思います。というのもこれが多分適正価格だから。でも逆言うと毎月の送金で考えると逆に皆さんプラスになると思います。そういうのですね、まあ、会計も含めてやりますけども、そういうすべてをですね比較したときにどうぞ、いろんな業者、選んでくださいと。もちろんですね、僕自身がインフルエンサーという立場からですね、なんかいろんな人に叩かれたりしますけれども、実際の冷静に会社としての、規模だったりとか、評判だったりとか、いろいろ聞いたときに判断していただければいいかなと思いますので、ありがとうございます。